アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、教官が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆さんこんにちは、道楽やりじゃです。令和5年9月18日、場所は神戸王子スタジアムにて、2023X3 リーグ第1節、本日が開幕戦となります1試合、サイドワインダーズ対クラブアイランズの一戦がまもなく行われます。試合開始15時55分キックオフ予定です。両チームその試合前のウォームアップ終わりまして、最後のハドルに挑んでおります。今シーズンの X3 は大きな転換点となるシーズンとなりました。来季2024年シーズン X リーグは X リーグ1、X1 スーパー、X1 エリアを含め X3 に至る全ての階層によって大編成が組み直されます。ウエストは特にその中でも大きな変動があります。 X2 ウエストは現在1ブロック6チーム、 X3 は2ブロック計13チームで編成されておりますが、これが大きく変わります。 X2 は来季2ブロック5チーム計10チームの編成、 X3 は1ブロック7チームの編成に変わります。つまり現状の X3 にあります13チーム中、各ブロックの上位3チーム計6チームが自動的に今シーズン終了と同時に X2 昇格というビッグイヤーとなりました。今シーズンは大阪府警が出場を辞退しておりますので、実質12チーム、つまり6チーム編成になっていますブロックの3位、つまり勝ち越しを獲得できれば X2 の扉が開きます。このビッグチャンス、本来ならば優勝かつ入れ替え戦に勝たねば得られない X2 が手に入るこのビッグチャンスをものにせんと、今シーズン X3 各チーム総力を挙げてこのシーズンに挑んでおります。これを果たしてものにするのはどのチームとなるでしょうか。その皮切りとなります開幕戦がまもなくそのうちの一つ、1試合が今からキックオフとなります。試合開始までしばらくお待ちください。審判団フィールドに入りまして、まもなく試合開始のコイントスが始まります。令和5年9月15日、場所は神戸王子スタジアムにて、 2023X3 リーグ第1節の開幕戦、サイドワインダーズ対クラブアイランズの一戦が行われます。試合開始15時55分キックオフ予定です。これより両チームによりますコイントスが行われます。
手前側に陣取りますのが本日ホームチーム扱いとなっておりますサイドワインダーズ。奥側に構えますホワイトのユニフォームをまとっているのがクラブアイランズです。さあビッグイヤーとなるこの2023シーズン、その初戦になるこの開幕戦制して、そのチャンスを手に入れるうちに届くのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。コイントスはクラブアイランズが権利を得ましたが、アイランズこの権利を後半の選択肢に使います。クラブアイランズキックオフ、サイドワインダーズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式計時で行われます。両チーム試合前の最後のハドルときまして、まもなく試合開始となります。まず試合はクラブアイランズのキックオフで試合開始となります。キックオフを務めますキッカーはクラブアイランズ94番の大山。サイドアイランズリターナーには7番と12番を配置しました。7番は藤本、12番は田原。さあクラブサイドワインダーズリターンに入る。不規則なバウンドとなったキックオフでしたのでタイミング崩れまして、サイドワインダーズ自陣26ヤード付近からの攻撃を得ます。この位置からサイドワインダーズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはサイドワインダーズの攻撃、ボールオン自陣26ヤードからサイドワインダーズファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずはランニングバックにボールを託しました。ハンドオフしましてランニングバック7番中央突破を敢行。このランプレーは約1ヤードほどのゲインになっております。ボールを持った選手が倒れる時点で攻撃は終了となりますので、ここで1回目の攻撃は終了です。従いましてサイドワインダーズ2回目の攻撃、セカンドダウンに入ります。攻撃権の更新、必要距離は1つ減りまして9ヤードとなっています。パス成功。さあ大きなゲインになっている。ブロックもいい。タッチアー、ここでサイドワインダーズは攻撃が開始地点から後方より一度だけできる前パスを敢行しました。これをワイドレシーバー5番キャッチしてそのまま一気に独走、相手ディフェンスを振り切り、またブロッカーを生かしてそのままエンドゾーン駆け込んでタッチアー。サイドワインダーズ鮮やかなパスプレーで先制のタッチダウンを挙げました。6点獲得です。
そしてその後のトライフォーポイント、タッチアウトの後のワンプレーに挑みます。フォーメーションはキックフォーメーションを取っています。このキックは失敗、6点止まり。サイドワインダーズ6点、クラブアイランズ0点。しかしサイドワインダーズワイドレシーバー5番内藤の素晴らしいパフォーマンスによりタッチダウンを上げまして先制いたしました。開始1分経つか経たないかという鮮やかな電光石火のプレーによりまして、サイドワインダーズがまず先制になります。得点を挙げております。そしてその得点を挙げましたサイドワインダーズ、キックオフいたします。アメリカンフットボールはラグビーと違いまして得点を挙げた側がキックオフします。従いまして失点した側が次の攻撃を得やすい状況になっております。オンサイドキックを敢行している。さあこの判定どうなるか。オンサイド成功、攻撃権はサイドワインダーズが確保しました。説明補足いたします。キックオフのボールは開始キックを蹴る地点から10ヤードを超えればどちらのチームが抑えても構いません。この権利を生かすのが短いキックを蹴り自らが確保するオンサイドキックです。これを先ほど得点を挙げたサイドワインダーズが奇襲同然の形で確保決めまして見事攻撃継続の権利を得ました。サイドワインダーズ従いまして自陣45ヤードからの攻撃に入ります。サイドワインダーズファーストダウン10。パス不成功、ここでサイドワインダーズは再びパス攻撃を展開します。ワイドレシーバー8番にパスを投じましたがこのパスはオーバースロー、パス不成功となりました。前パスは失敗ですと元の地点にボールは戻され攻撃権は1つ失います。従いましてボールオンは自陣45ヤード変わらずの位置でサイドワインダーズセカンドダウン10の状況になります。サイドワインダーズセカンドダウン10。パス成功、クォーターバック18番左に展開したワイドレシーバー4番にパス、これをしかし、アイランズを見事なタックルで阻止しまして獲得、ゲイン5ヤードにとどめております。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。先ほどのパスで取りました地点が5ヤード前進した位置でしたので5ヤードゲインと表現させていただきます。サイドワインダーズサードダウン10、失礼サードダウン5。今度はランプレーを投入、ランニーバック7番にハンドオフし中央突破を図らせました。7番密集点突破を図りましたがこれはしかしアイランズ阻止、フォースダウンと変わります。さあ4回目の攻撃になりますがサイドワインダーズどのような選択を行うでしょうか。フォーメーションを変えましてパントフォーメーションを取りました。パントは攻撃放棄となるキックです。しかしそのキック力により陣地挽回を図ります。このパントはクラブアイランズ陣26ヤード地点で止まりましてこの位置で攻守交代となります。攻撃権は変わりましてクラブアイランズに変わります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃権で10ヤード前進して攻撃権継続を繰り返すか、
あるいはその間にエンドゾーンを落とし入れ得点を上げる競技です。さあ今度はクラブアイランズの攻撃。ボールオン自陣26ヤードからクラブアイランズファーストダウン10。さあまずこちらもランプレーから入ります。ランニーバック30番、ハンドオフを託されまして中央突破を図りましたが、はい、サイドワインダーズディフェンス集まりよく、ゲインは1ヤードにとどまっております。キャリアとなりましたアイランズ30番は村上。クラブアイランズセカンドダウン9。これはサイドワインダーズナイスディフェンス。今度は右オープンをつかせるランプレーを展開しました。キャリア19番、しかしそれを読んだかサイドワインダーズ44番、素晴らしい切れ込みを見せまして約3ヤード4ヤードのロスを奪っております。見事な対応でこのプレーをロスプレーに変えましたのはサイドワインダーズ44番の中谷。クラブアイランズサードダウン13。厳しい状況ですが突破なるでしょうか。ここをランプレーで越えようとします。キャリア30番の総力に託しましたが、しかしこれもサイドワイナーズディフェンス集まりよくノーゲインでフォースダウンに変わります。クラブアイランズフォースダウン4回目の攻撃に入ります。クラブアイランズもここはパントフォーメーションを取りました。このパントは転がりよくサイドワインダーズ陣40ヤード付近で外へ出ました。この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりまして今度はサイドワインダーズの攻撃に変わります。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールはその日の気象条件、天候状況によりまして審判団の判断でクォーターの半分でタイムアウトを取ることがあります。本日は9月中旬とはいえ気候が8月並みに非常に高温多湿な状況にありますため、熱中症対策としてここでウォーターブレイクを入れます。本日の配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの共同企画によって実現されております。この企画にご賛同いただいている企業の方々、そして個人の方々の支援、寄付、記者によりまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情大変ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。その申し込み用に、この YouTube の説明概要欄に、そのショッピングカートを示す URL がございます。こちらの方をご覧いただき、ご賛同いただけるようでしたら、ぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ、ウォーターブレイク解けまして、試合再開です。サイドワインダーズ、自陣42ヤードからファーストダウン10。パス、不成功。ナイスパスカット。サイドワインダーズ、こちらもパスプレーから入りましたが、このパスはクラブアイランズ44番が見事にこのパスカットしましてパス成功となっています。見事なパスカットを見せましたのはクラブアイランズ44番の堀田。サイドワインダーズセカンドダウン10。
まだ倒れない。ナイスラン。ここでサイドワインダーズはオプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーで、ここはランニングバックにピッチしまして託しました。これを受け取った7番、タックルを受けそうでしたが見事なスピンターンで約7ヤードのゲインと変えています。素晴らしいテクニックでこのプレーゲインに変えましたが、サイドワインダーズ7番の藤本、サイドワインダーズサードダウン3、ボールオンハーフウェイ。クォーターバック19番、パスを投じようと下がりましたがプレッシャーを感じスクランブル、緊急発進のランでこの状況を打開図りましたが、しかしこれはアイランズ阻止しましてフォースダウンと変わります。クラブアイランズフォースダウン3、パントフォーメーションを取りました。ここはまず陣地優位な状況を保とうとパントにより陣地押し返しを図ります。このパントはアイランズ陣20ヤード付近で止まりまして、この位置で攻守交代となります。鮮やかな先制タッチダウンを挙げましたサイドワインダーズですが、ここはパントに終わりました。さあ今度はアイランズの攻撃になります。クラブアイランズ自陣20ヤードからファーストダウン10。さあランプレーを投入しましたが、これもサイドワインダーズが凄まじいチャージ決めまして、このランプレー阻止しております。鮮やかなブリッツを決めましたのはサイドワインダーズ1番の中田。アイランズゲインなくセカンドダウンに変わります。クラブアイランズ自陣20ヤードからセカンドダウン10。ナイスラン。クォーターバック11番、オプションプレーで自らキープ。相手タックル密集する中見事に切れ込みまして約5ヤードのゲインを奪っております。見事な判断でゲイン果たしました。クォーターバック11番は旗部、九州工業大学出身のプレイヤーです。エイジ52。クラブアイランズサードダウン5。パス不成功。ここでクォーターバック11番、左から飛び込んできたワイドレシーバー14番にパス。パスはコントロールよく飛びましたが、しかしレシーバー14番キャッチミス。パス不成功によりフォースダウンに変わります。アイランズフォースダウン5、パントフォーメーションを選択します。トラブルが発生している。これは大きなプレーが発生しました。このパントプレーの際にスナッパーのパントが乱れ、パンターこれを確保できませんでした。点々としたボールを抑えたのはサイドウィンダーズ。従いましてアイランズ大きく後退した位置で攻撃譲渡という形になってしまいました。サイドワインダーズこのビッグプレーにより相手陣10ヤードからの攻撃に入ります。
サイドワインダーズ相手陣11ヤードからファーストダウン10、エンドゾーンまで11ヤードの絶好の位置からの攻撃です。パス不成功。クォーターバック19番プレッシャーかわしながら左奥に走り込んだレシーバーへのロングパス、レシーバーノーマークでしたがこのパスキャッチミス、パス不成功でセカンドダウンと変わります。サイドワインダーズ相手陣11ヤードの位置変わらずセカンドダウン10、さあこのプレーどうだった、インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバック19番今度は右サイドにパスを投じました。しかしこのパスをアイランズディフェンスがパスカット、さらにその浮いたボールをディフェンスライン94番が抑えました。従いまして94番のインターセプトとなります。パスインターセプトにより攻撃権ダッシュ、攻守交代、ターンオーバー。素晴らしいプレーでインターセプトを決めましたのはクラブアイランズ94番の大山、起死回生のインターセプトでした。さあ攻撃権変わりましたアイランズ、自陣15ヤードからのファーストダウン10、ここでホイッスル、イエローフラッグ反則が発生しています。審判団からフィールド上に黄色いウエストが投げ込まれますとイエローフラッグ反則を意味します。さあこの反則は果たしてどちらのチームにあったでしょうか。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。アメリカンフットボールオフェンスチームは揃ってスタートをしなければいけません。5ヤードバッタイとなりましてファーストダウンやり直しとなります。クラブアイランズファーストダウン15、ボールオン自陣10ヤード。ここでスクリーンパスを展開しました。ロングパスを投じると見せかけすれ違いざまに手前にいるランニングバックにパス、そしてライン番号ブロッカーにつけて走るキャッチアンドランをデザインしたプレーですが、これをしかしサイドワインダーズ読んでおりました。ノーゲインとしセカンドダウンに変えます。失礼、1ヤードロスに変えておりました。クラブアイランズ自陣9ヤードからセカンドダウン16。不成功。クォーターバック11番右に展開したレシーバー14番へのパスでしたがこのパスは届かずパス不成功となっています。ダウン一つ失ってサードダウンに変わります。クラブアイランズサードダウン16、さあ16ヤードの更新なるでしょうか。ここでホイッスル、イエローフラッグが出ております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。揃ったスタート、フライングをしておりました。
ディフェンスのその動きに対して反応してしまい、本来のスタートするタイミングではないタイミングで動いてしまいました。残り距離半分のバッターを受けまして、サードダウン20で試合の再開です。中央へのランプレー、まずわずかでも状況を打開せんとランニングバック5番に中央突破を図らせました。しかし獲得距離はわずかでしたのでフォースダウンに変わります。キャリア5番は花村、ここでホイッスル。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、サイドワインダーズ6点、クラブアイランズ0点、攻守方向を入れ替え第2クォーターに移ります。